こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日からね、サブアカウントから心ならずも放送することになっております。一体ね、どのぐらいの方がこの放送に気づいてくださるのか、本当にね、未知数でございます。まあね、ずっと私のチャンネル隠居 TV を見てくださった方、私は基本的にその一つのアカウントから放送をお届けしてましたんで、こういったサブチャンネルという発想を持ってなかったんですよね。まあ、ですんで、こういう不測の事態に対するリスクヘッジができていなかったとも言えます。ただし、私はね、一つのチャンネルに集中することで、最大限のパフォーマンスが上がっていると思ったんですよね。まあ、ですんで、今から今日からね、さあ、ほとんどゼロの状態からサブアカウント、サブチャンネルをスタートして、こうやってライブ放送をさせてもらってますけども、早速視聴者さん1になりましたけども、本当にありがとうございます。いや、不安でしかないですよね。でも私のやり方としては、不安だからこそやるわけですよね。不安に負けてやめてしまうってことは、その不安を置き去りにして結局何もしないってことにつながるんですよ。やっぱこの不安を打ち破ろうと思ったら、それに立ち向かうために暗闇に足を踏み入れるような気持ちで前に進むしかないかなと思っております。で、今日もね、かなり多くの動画をバシ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 上げさせてもらったんですけども、やっぱりね、再生数としては非常に厳しいものがあります。YouTube を始めて、まっさらな状態から誰の紹介もなくスタートすれば、およそこんなもんなんだろうなっていうふうなことを実感しますね。だから余計に私ね、ますます思うんですけども、私のね、毎日の通常の放送、毎日の速稼塾に対する更新通知、あそこに誰か別のアカウントの動画が搭載されるってことは、少なくともゼロ再生ってのはありえないわけですよ。まあ、どんなに厳しくても数十回転は再生されるんですよね。このありがたさってのが本当にすごい実感します、痛感しますね。今のこの私のアカウント、誰かが紹介してくれるってことは多分ないと思うんですよ。むしろもちろんね、頼むような義理もありませんしね。でも私はね、またね、ゼロから、そして最初の一歩からスタートしたらどうなるのかなと。私のアカウント制限期間っていうのは、一応ね、今のところ1週間ということなんで、6月20日にはまた元通りのアカウントに戻ることができます。でも1週間アカウントが何も更新されないってことは、視聴者さんの気持ちはまだよそに移ってしまうっていう、こういうね、リスクもあるわけですよね。ですんで、元通り、本当に私のアカウントが、今まで通り使えるのかとかね。チャンネルの解除がどのくらい起きているんだというのはね、本当に不安は尽きないところだと思いますし、私はこうやって隠居暮らしを送ってますんで、社会の接点というのは YouTube しかないわけですよね。以前は Facebook っていうのをね、結構使ってたんですけども、今 YouTube しかないわけなんですよ。ですので YouTube が閉じられると、まあ、完全に私は本当の隠居ということでね、まあそれでも困んないっちゃ困んないんですよ。ただやっぱりね、せっかくの皆さんとのつながりがなくなってしまったりとか、逆に私に連絡を取りたいという方が取れなくなってくる可能性もあるし、せっかくね、最近入塾してくださって稼ぎ始めた方が、主を失うと言いますかね、羅針盤を失うことにもなりかねないので、まあ、今後はアカウントが停止にならないように、もしくはアカウントが停止になっても、このサブチャンネルに、来ていただければ、放送の続きが見れるように、まあ二足のわらじを作っていくいい機会だなというふうにも思います。まあね、もともと YouTube 自体がなくなってしまう、もしくは利用できなくなるっていうリスクもうっすらと感じてはいたんで、そういうことがね、ないとも限りませんしね。それから、この動画放送っていうプラットフォームが社会から、求められなくなる。これはまああんまり考えにくいと思いますけども、まあない話ではないので、そうなったらどうするってことも考えておかなくちゃいけないかなと思うんですよね。まあ、YouTube も最近いろんな規制が入って、地上波ですとかね、一般の放送メディアと同じぐらい、高い水準が求められるようになってきたっていうのは、まあ、ある意味いいことだなと思うんですけども、やっぱりね、数年前とか、10年前と同じぐらいの、放送ですか、それはもう許されないっていうことは、十分、これで身にしみたかなと思います。やっぱり過去の動画、私もね、もう YouTube の動画1万数千本上がってますんで、YouTube の利用規約が変わった時に、一つ一つの動画をね、見直してメンテナンスするなんてとてもできないですよ。まあですんでね、たくさんの動画を上げた弊害っていうのは、新しい
ガイドラインに、ライセンス基準に達してないものを排除するっていう作業ができないってことですよね。以前は認められていた表現も、例えば今年からダメになりましたって言っても、数年前の動画を探して、それをね、修正したり、削除したりするってことは考えられないんで、もうこのまんまアカウント削除になる日が来るかもしれないということも覚悟しながら展開しないといけないかなってことでございます。まあ私の救いはですね、ここまで言ってあれですけども、メールアドレスをね、1000件以上いただいていて、そのメールアドレスに対して毎朝速稼塾の更新通知をしているってことでしょうね。まあですから、その更新通知に URL を載せて配信すれば、まあ再生されないということはないんですよ。ただ私の動画の9割は、そういった更新通知に載せたものではなくて、こうやってね、散発的にどんどんアップロードして、私の動画のチャンネル登録をしてくださってる方に向けた、まあ見てくれればいいなぐらいのね。で、サムネイルも基本的につけてないんで、まあいわゆるパンチがないわけですよ。で、そうなると本当にね、私のこの、いくつ動画を見ても同じようなサムネイルで選ばなくちゃいけない。タイトルだけを見なくちゃいけないってところは、かなり視聴者さんにね、選択の負担を与えてるんじゃないかなっていうところでございます。まあ今日かなり動画を上げて、あとこのチャンネルは過去の動画も多少上がってますんでね、それを限定公開から公開に、多少変えさせていただいた中で、再生数が最初からね、数十とか数百とか数千あるのもあるんですけども、当然ですけども数年前にそういう動画を見た方がね、未だに見てるとも思いませんから、チャンネルも当然解除してると思いますんでね、まあチャンネル登録者400人いってないぐらいのボリュームでございますけども、この1週間でね、1000人を超えるっていうのはなかなか難しいと思いますが、まあやれるだけやっていこうかなっていうところもあります。まあ今後もこうやってね、新しいご縁を持たせていただいた方がもしね、いれば、これからもね、お役に立てる情報発信に、まあ、努めていこうかなっていうところでございますね。はい、というところでね、いろいろとお話しさせてもらいました。ありがとうございました。とりあえずね、アカウントが停止になってサブアカウントとは言いながらも、もう何年も使ってないアカウントなんで、本当にゼロからのスタートです。ぜひこれから YouTube を始める方、もしくは数週間前、数ヶ月前に YouTube を始めて数字が伸び悩んでいる方、私もゼロになったらこんなもんなんですよ。まあ、ですんでね、同じ土俵になったということで、あとは本当にこれからどのぐらいの動画の本数をまず上げれるかってこと、そしてたくさん上げた動画が目立っていけば、その中で質の良い動画が選ばれると思いますので、再生数を見ながら、そしてチャンネル登録の数を見ながら、その多くの方が集まってくださった動画、これをさらにね、伸ばしていくために新しい動画を追加していこうかなってことでございます。すべてはテストマーケティングでゴールはないと思いますんで、本当にね、一歩一歩進んでいくだけですね。で、以前のアカウントで、今日こうしてる間もコメントくださってる方がいると思いますけども、チェックできませんので、何もできませんので、すみませんけども、コメントを放置のように見えるかもしれませんけども、これはですね、時間がかかっても遡って、見ることはできないですよね。毎日ね、数百のコメントが寄せられるんで、とてもじゃないけど、それが一週間分溜まったら数千とか万っていう単位になりますんで、多分もう見ることができないのかなというところでございます。そのコメントに関しましては、こういう事情ですから、なんか久保さん読んでくんないコメントあるじゃん。返信がないよとかね。いうところも、すいません。伝わるかどうかわかりませんけども、ご理解、ご容赦いただければと思います。それでは、今日のライブ放送以上でございます。ご覧いただきましてありがとうございました。